やっぱり赤はフルボディね。あら。夜空が満天の輝きに満ちる頃、素敵な物語をあなたと。皆さんこんばんは。ゴールデンプレイシアタースペシャルへようこそ。初めましての方もいらっしゃるのかしら。改めまして、案内役は私、ミッドナイトヴィーナスこと石田ルーです。ところで皆さんはこんな怖い噂をご存知？夜落ちる夢を見た時、すぐに眠りから目覚めなければそのまま実際に死んでしまう。今宵ご紹介するキャサリンフルボディは、新たに生まれ変わった異色の恋愛ホラー作品。ある呪いに取り憑かれた男の恐怖と波乱の数日間を堪能していただきます。あら、キャサリンもそうだったって？言ったでしょ、今作はキャサリンフルボディ。このワインのように熟成され、重厚で官能的な仕上がりになっているわ。物語の主人公はヴィンセント・ブルックス、32歳。彼とても真面目で優しい男なんだけど、ある日恐ろしい悪夢を見始めてしまうんです。そして彼に襲いかかる誘惑の嵐。そんな中、さらなる人物が現れるの。この子とってもキュートなんだけど、どこか少し変わっているみたい。いや、なんだかとんでもない修羅場が待っていそうだわ。果たして彼、この人生の超山場を越えられるのかしら。もしかしたらどこかで新たな扉が開いてしまうかもしれないわね。全ての結末はテレビの前のあなた次第。さあ、お待たせしました。いよいよ始まります。複雑な人生のマリアージュ、たっぷりとご堪能ください。それでは皆さん、また後でお会いしましょうね。Yo, yo, 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 yo
yeah. 夢でキャンセルし One, two, three, get soaked in my sheets. これは現実、それが dream. 混ざる蜜とのこんなクリーン。繋がる仕組みは変と変。人との関係は円と円。原点とコンプスぶ点と点。あとはセンスで決まる運命の運命。時間はないぜ兄弟踏み外せば兄弟そんな正体登れるどこまで登ろうか後戻りはできないこの後悔ビッグなハウスにビッグなカーがなくても案外引っかかる押したり引ったりして落とせる頂上目指してやつ止めしいゲームの始まりだ。せっかくなら次からは扉の先にとびっきり面白いものを用意してあげよう。明日の夜再会が楽しみだね。ねえ聞いてる？ねえってば。ちょっと聞いてんの？ああ、うん。なんか疲れているみたいだけど大丈夫？さっきからぼーっとしてるし。ああ、ごめん。仕事朝からだったから。一人暮らしの若い男性が
まるで高齢者の孤独死のような状況で発見されたこの事件、詳しい死因はまだ特定できておらず、警察では事件と事故の両面から捜査するとしています。あえのせ始まってるから、おい、さあビール2つで、はい、キャサリンさん、最近やたら親が電話してくるって言ってた。何も気にしてないって言ったんだ。フェザーだろって普通ねえ先輩、ね、それとどうなの。つーか先輩はまた当たっちゃってくださいよ。いいって嫌なんだよ、ああいうの。それって結婚しろって意味じゃないの。助けてください、変な人に追われてる。あれ、大丈夫か？君、家は？なあ、君、あ、名前は？リン。リンっていうのか？で、誰のことでしょう？ジンク！あれ、なんすか？壊滅的だったな。そういうこと言わないの、一生懸命弾いてるんだからさ。ヴィンセントさん、ピアノどうでしたか。うん、まあその良かったぞ、ほらやる気が感じられて。ありがとうございます。イメージではもっとパララんって感じで弾けると思ったんですけど。気にすんなって、誰だって最初からうまくいくわけじゃねえ。そうですよね、頑張って練習します。その前にこのバー潰れるんじゃないですか。ぐたっ、じゃあまた後で。お、まあ人間誰でも欠点はあるもんさ。つうかあんだけ見た目が可愛いきゃあとはどうでもいいだろう。それにしてもなんすか、変な奴に追われた美少女とぶつかるって、そんな安いドラマみたいな話ありえなくないですか。あったんだからしょうがねえだろ。彼女マジで記憶ないのか。エリカがあの子連れてったんだろ。医者はなんて。特に異常なし、一過性のもんじゃないかってさ。ピアノを弾きたいってこと以外何も覚えてないみたいよ。でヴィンセントのお隣さんになったって。ああ、隣が引っ越したばっかで相手だからな。手出すなよバカ、そういう目で見ねえよ。こっちはおっさんだぜ。にしても助かったよ、お前らが協力してくれてね。バーで働いてもらうっての明暗だったでしょ。ここなら私やあんたたちもいるし、客に警官だっているもの。追われてたってんなら人目があった方が安心だしな。まあ、エリカ、あの子雇ってもらえたみたいだな。記憶ないのに放り出せないでしょ。素性は謎だけど悪い子じゃなさそうだし、ジョニーも言ってたけどあの子なんか危なっかしいっていうか、ほっとけないわ。追われてたとか言うし、っていうか誰に何で追われてたのよ。それが全然わかんねえみたいでさ。そんなことある？ちょっとよく聞いといてよ。あれから何もないか？はい、大丈夫みたいです。あの、ありがとうございます。助けてもらって。それから部屋も仕事も。
何も覚えてなくて、あの時本当に怖かったので、優しい人に会えてよかったです。よせって、ただの成り行きだよ。それでもヴィンセントさんは命の恩人です。ヴィンセントさんのためにも明日からここで一生懸命働きますね。You got a mail。 まあでは、時折携帯電話に着信があるぞ。一部のメールには返信も可能だ。早速試してみよう。発言したり報道したりすると謎のメーターが現れ、針が動くことがある。何を意味するかはまだ秘密だが、ヴィンセントの発言や報道は結末に影響する。とは思ってたけど、仕事変わったばっかだし、苦労はかけたくないよな。急に親の話とかって彼女らしくないよな。 You got a mail。 私だけど。ああ、何？今日さ、夕方で切り上げちゃったでしょ。私の都合だし、その謝っとこうかなって。別に気にしてないって。友達と会ってんだろ。うん。あ、友達って女の子よ。高校の時の。知ってるよ。どうした？明日仕事早いのよね。飲みすぎちゃダメよ。じゃ、おやすみなさい。アンケート調査の結果、理想の相手に何を求めるかという質問に対して、容姿、性格の他に声と答えた方も意外に多く。そんな調査結果を踏まえての質問です。もしこんな声をしてる女の子に迫られたら、思わずポロッと言っちゃうという理想の声のタイプを選んでください。ヴィンセント、ヴィンセント、
セント、ヴィン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 セント。もうこんな時間か。久しぶり。いや、ここでは初めましてか。国会の部屋へようこそ。お前誰だ？管理者とでも言っておこうか。この新たな悪夢の世界のね。しかし変化の気配が強くなったな。あんた向こうの世界で何をしたんだい？まあいい、どの道あんたたち子羊はここで死ぬ運命にある。は？ふざけんな。でも殺す前に命の価値を確かめたい。だから質問に答えてもらうよ。第1問です。あなたが恋人に求めるものは何ですか？自分の気持ちに近いと思う方のロープを引いてみてね。選んだのはそっちか。ちょっと意外だな。何者なんだ？全部お前の仕業なのか？言ったろ、僕はあくまで管理者だ。あんたをここへ落とした奴は別にいる。ちなみにあんたの知ってる人だ。みんな腹の中では何を考えているか分かったもんじゃない。真相を知りたければ生き残り考えるといい。あんたの周りで何が起きているのか。じゃあ次の試練に向かおうか。うわあ！何なんだよ今度は一体。Grudge has appeared. It's the killer. Do not die. Yoshi, get off. Yoshi, get off. Yoshi, get off. 羽を使うと周囲の石をすべて普通の石に変えることができる。切り割れた石や動かせ。
逃げ切ってやる。絶対に逃さないから。よし、よよし、昨日の約束通り、あんたに面白いものを見せてあげるよ。これは遥か昔のこと。あんたが幸せってやつを感じてた頃の思い出さ。今日ごめんね。ベーコン真っ黒で苦かったでしょ。あれくらいカリッカリの方がうまいって。仕事忙しいんだろ。大丈夫か？平気。お腹出てきたでしょ。野菜食べてよね。ケチャップならたっぷりかけてるぜ。あれ野菜じゃないから。だったら、いやちょっと、もう一度運動すれば痩せるだろう。まあ美しい思い出に少しは気が晴れたかい？自分が何を手放そうとしてるのかよく考えるといい。続きは明日だ。あんたが生きてたらの話だけどね。まさか。おい、レイ、いるのか？大丈夫か？ヴィンセントさん、おはようございます。ディーン、体大丈夫か？なんともないです。